サムスンタイ遺跡の聖堂建目仮面四川省の伝統芸能、川激四川省は中華人民共和国西南部に位置する省。略称は川あるいは職。章とは聖都。西北部はチベットの伝統的な地方区分でいうアムド地方の東南部。西部はカムの東部にあたる。また、東部の重慶は直轄市として1997年に分離した。四川省は、 北西は青海省、北は甘粛省及び先制省、東は重慶、南は紀州省及び雲南省、西はチベット自治区と接する。点検の要害に守られた急峻な山岳地帯に位置すること、東部に四川盆地が広がりない陸部にもかかわらず温暖で肥沃な米作地であることから天賦の国と称される。また、海には面していないが、 中国最大級の湖ロコ,コを用し、水産物、特にエビの一大産地でもある。かつての覇色のうちの友恵国にあたる重慶は従来は四川省に属していたが、1997年、重慶直轄市として分離した。小北部の貧山山脈や小西部、南部にはチベット族、遺族、共族など少数民族が多い。四川省北部は、 ジャイアントパンダの生息地として知られる。中国最大のパンダ保護区は、画廟自然保護区将来最高標高地点は、大雪山脈のミニアコン下山頂7556メートル。四川省も山椒近年交換市で、サムスン体遺跡が発掘され、3000年前に古色の地に存在した仮面王国が明らかになった。四川は古代の破色の地である。 全316年に旗によって破食が滅ぼされ、旗の半島に編入され、その険しい山岳地帯である地理的条件から流刑の地とされた。真の植軍軍主事表は、洪水に悩む人々を救うために、紀元前256年から紀元前251年にかけて都公園を建設しそれにより、生徒平原では水害も干ばつもなく、 古代以来の中国で最も豊かな農業地帯となった。前206年に旗が滅亡し、劉邦が降羽から漢中と破食が与えられる。漢中を起こした劉邦は統治を基盤として勢力を増大し、やがて降羽を打ち中国を統一、中華王朝としての漢朝を建国した。漢王朝ができた当初は劉慶地として以外には開拓が進まなかったが、 徐々に豊かになっていく。三国時代には諸葛亮が益州を表して天然の要害で土壌も豊かな天賦の地であり官の流法の定業の基礎となったと述べている。彼を幕僚とした前官の皇族、劉将の末裔劉備によりこの地に食官が建てられ、ぎくれと天下を争った。五,五十六国時代には聖館五色が秦の支配を五代十国時代には前、 食、5食が中原支配を脱し、四川省を中心に独自の政権を樹立している。1001年、北総は、生徒府路、あずさ州路、州路、利州路の4地方を統合して、四川路を設置、これより現在までこの地を四川と称する。民末新書の動乱期に、反乱軍の長剣中によって、四川省で最大300万人ほどの大虐殺が行われ、 古代から続く、四川人はほぼ絶滅した。その後の100年間に、湖北省、湖南省、関東省からの移民が流入し復興した。1926年、イギリス軍によって万県市街が砲撃される。1938年、日中戦争の結果南京を追われた、蒋海石率いる国民政府は、重慶に国土を移している。その後、 日中戦争終結後の1946年に国民政府は南京に戻るが国境内戦が激化すると小介石は再び重慶に逃れ1949年12月に成都を経て台湾に脱出している1949年12月27日に人民解放軍が成都を占領し四川省は中華人民共和国の実効支配下に入る これと、ほぼ同じくして、聖光省の皇帝も、占領、人民政府は、成功の名目上の領域ではなく、中華民国時期に、成功省政府が実効支配していた地域だけを、管轄領域として、成功省像族自治区を発足させた。成功に名目上属していた、カム地方の西部についてはそれまで、チベット政府、ガンデンポタンが掌握していたが、 チベット和平解放の一環として、翌1950年に行われたチャムド戦役の勝利により、占領下に置いた。中国人民政府はこのカム地方西部を成功肖像族自治区に組み込むことはせず、別途この地に、ショート解放委員会を設置して、成功とは切り離した。1955年に成功省チベット族自治区は、 独立した省から完全倉族自治州に格下げされた上で四川省に吸収合併された。省都解放委員会の委員たちは翌1956年に発足するチベット自治区光備内委員会の委員となり、ここに新末の1905年以来形成が模索されてきた成功という地域的枠組みは姿を消すことになった。1997年に重慶が 直轄市へ昇格。2008年、アバチベット族ちゃん族自治州、川県を震源とした、四川王自身が発生し大きな被害を受けた。詳細は、株テンプレート参照。四川省を代表する料理、麻婆豆腐生都市四川省の白地図、カテゴリー、四川省の文化も参照四川料理の本場であり、四川料理の形式が形成されたのは、 はのし皇帝の時代から三国時代にかけてと言われている。しかし、もともと四川は砂糖きび栽培をはじめとする砂糖生産が盛んで、特に唐から宋の時代にかけて四川では甘いものが好まれたと言われている。元から明の時代にかけて四川南部の地密着で生炎が盛んになり、次第に濃い味付けに変化した。 四川料理が辛味を特徴とする料理となったのは、四川に唐辛子が伝来する明朝末期から清朝初頭以降と言われている。ABCD4 食四川料理日本貿易振興機構2020年2月11日閲覧。ありがとうございます。